いらっしゃいませ。どうも渋谷春です。本日はですね、次のアップデートに関するパッチノート、まあどういうところが変わるのかっていう情報が公式から出たので、そちらの方を触れていきたいと思います。例に漏れず日本語版がまだ出ていないので、まあ英語のやつを Google 翻訳かけながらやっていくことになります。よろしくお願いします。まずは、失われた財宝コレクションイベントが来ます。まあこの辺とか前回触れたんで、詳しく知りたい方は前回の動画をご覧ください。まああのイベントモード来るよとか、モバイルリスポンビーコンが来るよとか、クリプトのマップ改変が来るよとか、ミラージュのトロフィー来るよとか、この辺とかは一通り触れました。でここからですね、まずは一つ目、レジェンドのアップデートについて、ライフラインからいきましょう。まずパッシブスキル、パッシブスキルが変更になって、コンバットリバイブっていうスキルだったものがコンバットメディック、まあこの辺日本語だったら別にあのまた違うものになってるんであんま気にしなくていいです。効果も大きく変わって、 DOC はドローンですね。ドローンを使用してチームメイトを復活させます。でドローンはシールドを使用して、ライフラインのチームメイトを復活します。まあ一応ライフラインはその間自由に動けるよっていう感じです。でこれは大事なのはファストヒーローを含むライフラインの古いパッシブと完全に置き換わってるので、今後ライフラインの、回復アイテムの使用時間っていうのは、まあ他のキャラクターと同じになります。で戦術スキル、ヒールドローンですね。ヒールドローンのクールダウンが60秒から45秒に変更、まあこれ地味に嬉しいですね。ウルトにも変更が入って、ライフラインのケアパッケージにアイテムが追加されました。でケアパッケージは小さな治癒アイテム、つまりフェルとか注射ですねが、パッケージから出る際は2個じゃなくて、6個ついてくるみたいです。でアタッチメントの場合は、アタッチメントが2個と、まあだからシンプルにライフラインはかなりバフですね。で特に面白いのは、まあ以前から言われていたそのライフラインが蘇生に入らなくても DOC で蘇生ができるっていう、まあ前回のムービーでもかなり話題になっておりましたが、そこはかなり面白いのかなと思います。次オクタン、オクタンの戦術スキルがまず、バフですね。これもちょっとおそらくっていう、まあ予防線が入るんですが、あの鉄壁持ちのキャラクターって銃で撃たれた時移動速度が落ちないんですよ。オクタンも、その戦術スキルの使用中はそれがどうやら適用されるようになるみたいです。であとはシンプルに、移動速度が今よりさらに 10% 増加、まあ、若干速度も上がるし、銃で撃たれた時に速度が落ちなくなるから、まあ、つまり強くなるという感じですね。でウルトの変更が結構面白くて、ジャンパの使用後に空中でダブルジャンプができるみたいです。でさらにこのダブルジャンプ、なんとあの方向もいじれるということで、結構いろいろ面白いムーブができるようになるんじゃないかなと。次、レブナント、レブナントね、やばいです。結構やばいです。実際結局最後は使ってみないと分かんないけど、あのめちゃめちゃ強い可能性がある。まず、戦術スキル、まあ、あのなんか弾飛ばせるじゃないですか、2個までスタックするあの弾、あの弾なんですけど、パスファインダーのグラップル、グラップル中のパスファインダーに当てたらなんとグラップルがキャンセルされる。でもう一個やばいのが、レイフのフェーズ中ですね、なんか虚空中のレイフにペッて当てると虚空じゃなくなるっぽい、どうやら超やばいこれ。だからレイフって虚空にさえ入ってしまえば、まあ、無敵じゃないですか。もうマジで誰もなすすべがなかったんですけど、初めて、レイフの虚空に対する回答っていうのが出てきました。そしてまあ防止しますって書いてちょっとわかりにくいんだけど、まあ、ミラージュの蘇生、まあ、これキャンセルしますに書かれてないから多分、まあ、透明化の解除ぐらい多分、あとはライフラの DOC の蘇生も、まあ、解除できるっぽい、まあ、この2つっぽいですね。まあ、あと一応おまけでミラージュのデコイコントロールのアクティブ化の防止っていうのもあるけど、まあ、これはおまけすぎるんで、まあ、透明化が発動しなくなるとか自動蘇生できなくなるとか、そんな感じになると思います。でその後やばいのが、アルティメット、デフトーテムで範囲が削除されましたっていう一文があるんですが、今ってデフトーテムは 80m ぐらいなんですよ。これって結構、まあなんだろう、ギリギリのラインな調整で、まあ長くもないし、なんなら使ったらちょっと短いなって思うぐらいの絶妙な距離感なんだけど、あのまあ範囲なくなるともう訳がわからん。もうまあただまあ一応時間制限はもともとあるんで、別にじゃあ、範囲制限が削除されたから300メーター先の敵を倒せるのかっていうと、そういうわけではないから、まあ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 、いいのかなっていう反面、いや、ちょっとこれ強いんじゃねえのとも思います。まあ、この辺は本当実装されて、実際に使ってみないと細かいところまでわかりませんが、レブナント結構な強化が入りました。次、クリプト。戦術スキルの展開が、2.5 秒から 1.5 秒に、まあ、だからドローン出すときだね。ちょっと長ったらしいんだけど、まあ、それが若干短くなりますと。で、もう一個面白いのが、ウルトのところですね。EMP がワットフォンのパイロンを無効にしますって書いてあって、これが、まあ、無効にしますの文言がどの程度なのかわかんないけど、英語に直しても、ディファーブドって書いてあるんで、まあ、その破壊ではないんですよね。あくまで無効なんで、まあ、その、ウルト打ったら一定時間無効になるのか、ちょっと破壊になるのかってのはわかんないんですけど、どっちかっていうと一定時間無効っぽい。書かれてる文章的に。
っていう、まあ、新たな効果が追加されました。まあ、今はその、なんか50ダメージかなかなんかパイロンにペッて入るだけなんで、あんまり意味ないんですけど。まあ、一定時間無効なり破壊なりの追加効果が使えるみたいです。次、ローバですね。ローバの変更は、戦術スキル、腕輪投げた時に、あれがパイロンで邪魔されなくなりますと。で、ウルトの変更が、今って、なんかね、変なんですよね。ローバのウルトで弾抜いた時に、アイテムインベントリに枠がいくつかある場合、なんでかわかんないけど、60パフじゃなくて、なんか120パフとか180パフ取ることあるんですけど、それは、ワンスタック、まあ、60パフしか拾えませんと言ったようになるみたいです。で、もう一個、ウルフォクのチャージが、17.5% だったんですけど、これが 20% に若干増えます。で、僕これバグだと思ったんですけど、なんなんですかね、これあれ防止かな、ウルトでウルフォクを集めて、もう一回ウルト打ってっていうのを防止するためなのかなって思ってるんだけど、まあ、ちょっとよくわかんねえや、これは。次、ミラージュは戦術スキル、まあ、デコイ召喚が戦術ボタンを押したままだと、まあ、そのまま自動制御を取りで、デコイを自動制御することができます。まあ、切り替え特殊式じゃなくなるっぽいですね。特殊式でもいけるのかな。まあ操作性上がるっぽい、どうやら。で、撃たれた時にどっから撃たれたかは今も言ってるから、もうちょっと分かりやすくなるのかな、敵の場所が。おそらく自分がこれちょっとね、何書いてるかよくわからないんだけど、クローク言っちゃえば味方蘇生する時に透明化するじゃないですか。あれの時に、まあ、5メートル未満の距離にいるプレイヤーに表示されます。もしかしたら5メーター以内に敵がいたら見えるよう、ミラージュが見えちゃうのかもしんない。ごめんね、ちょっとかもしんないがつくけど、スカイダイブの時、スカイダイブの時って今ってミラージュのデコイが2体まで出せるんですけど、アップデが入るとミラージュだけじゃなくて、チーム全体のデコイとしてデコイを出せるみたいです。まあ、つまり3人組のデコイ出せるっぽいですね。で、次が、ジブラルタル。ジブちゃんサイドナーフですね。こいつはいつまで、ナーフを食らい続けるのかっていう、こう、一生強化されたと思ったら一生弱体化食らい続けてるんですけど、ドームシールド内での、まあ、回復短縮が、今まで 25% 短縮だったんですけど、まあ、今後は 15% 短縮っていう、まあ、若干痛い変更が入りますね。次、コースティック。コースティックは結構のナーフかな、これは。コースティックの缶あるじゃないですか。あれを投げた時に、今ってこう缶が投げられてプシューって言いながら膨らんで、それは完全に膨らんだタイミングで、まあ下を打てば割れるし、上を打てばガストラップが発動するんですけど、これが変更入って、コースティックの敵のパーティーは缶投げられたらもう下打てば割れると。じゃあコースティックが発動させようとするより確実に早く破裂させることができます。今ってトラップとして使ってるってよりはなんか投げ物みたいな使い方。なんか缶投げて相手のポジション、相手が取ってたポジションまで詰めて、またそこから缶投げて、だんだん相手を追い詰めて追い詰めてっていう感じで戦ってくると思うんですけど、その戦い方はできなくなるんで結構辛くなると思います。まあ、これをもって今後どうなるか、どんぐらい強弱、まあ、どんぐらい強い、どんぐらい弱いなのかは、まあ、この辺ちょっとアプリ入ってみないとわかんないと思いますが、まあ、僕は結構きつくなるんじゃないかなと思います。次、ワットソン。ワットソンはですね、なかなか面白い変更が入ったんですが、まずパイロンに制限時間が追加されました。今までパイロンって、まあ、勝ち割られるまでもしくは2個目を置くまでずっとパイロンって残ったんですけど、今後は90秒間っていう制限時間が追加されました。ただし、ワットソンは、まあ、一度に最大3つのパイロンまで設置することができるようになったと。で、もう一個面白いのは、ウルフォクが、ワトソンのみ2つスタックできるようになるっていう。これもかなり面白いですね。見ようによっては強化かもしんない。それこそランクとかカジュアルとかだったら、普通に強化だと思う。同じところに90秒以上とどまることそんなにないから。で、競技シーンが多分結構影響は出るかな。まあ、同じ場所に居座る時間も長いので。ただ、ウルフォク2個スタックできるんだったら、まあ、結構、まあ、2個スタックできる上に、同時に2つ3つ置けるっていうのを考えると、見ようによっては強化、まあ、だから結構状況次第で強い弱いは変わってくるんで、結構面白い調整だなって思いました。次、レイフなんですね。レイフなんですね。レイフはね、まあ、多分運営も本当に悩んでいることでしょうっていうのが見て取れるぐらいの調整が入りました。まずフェイズですね。戦術スキルの虚空なんですが、めっちゃでかいのまず行くんですけど、虚空入るときに拳ギュッて振るじゃないですか。あれが発動するまで、拳ギュッてして虚空が発動するまでがだいたい 0.4 秒だったんですけど、これが 1.25 秒になると。これはね、めちゃめちゃ長い。1.25 秒はめちゃめちゃ長い。さらになんと、拳をギュッとしてる間、レイフの移動速度は 20% 低下する。ただし、これは、ポータルを配置する際の、ウルトを使いながら虚空を使う場合は、今まで通り 0.4 秒で虚空に入ることはできる。し、移動速度の低下も受けないみたいな。ただ、普段の戦闘中に虚空に入ろうとすると、なんと 1.25 秒。この 1.25 秒はめちゃめちゃ長い。だから、まあ、運用結構変わってくるのかなっていうのはあります。
っていう、まあ、クソ弱体化が入ったものの、ただ、フェーズ中は移動速度が 30% 向上。さらに、虚空にいる間も他のプレイヤーが視認できる。あと、持続時間。まあ、効果時間が3秒から4秒に若干増加。あと、クールダウンが35秒から25秒に、まあ、減少っていうので、まあ、回転率は上がったし、効果時間も伸びたし、移動速度も上がったけど、ただ一番大事なフォトフルまでの間のデメリットっていうのがすごい大きくなったので、まあ、結構変わるのかなっていう感じはします。ただ、まあ、使ってみないとやっぱり最後はわかんない。あと、ちょっと、ペって書かれてるんだけど、ポータルの距離が 25% 減少っていう結構でかいことが書かれてます。今まで120メーターぐらいだったのが、だいたい100メーター足らずぐらいになるのかな？次。まあ、これ結構面白い変更だなって思ったんですけど、ジップラインの変更が入って、ジップダンスができなくなるみたいです。今って、いくらでもぴょこ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 できるけど、今後はなんかそのぴょこぴょこの、まあ、一回ジャンプするたびに、クールタイムがだんだん追加されていって、まあ、これは試してみないとわかんないけど、まあ、じゃあ3回ならジャンプできるのかとか、5回ならジャンプできるのかとか、ちょっとその辺は試してみないとわかんないけど、多分まあ、ほんと今後3回とか5回とか、そんぐらいしかジップジャンプができなく、ジップダンスができなくなる。で、それを超えると、多分まあ、強制的に、もうその、ジップラインを掴み直せるまでの距離よりさらに長い距離落ちちゃうんで、まあ、強制的に地面に落下させられると。で、プレイヤーが地面に触れると、クールダウンがリセットされるんで、基本的な使い勝手は変わんないです。今後も。まあこのクールダウン増加とかがどんぐらいかによって、まあいろいろ変わってきます。次、ハボックライフル。バーストの最初のショットで水平方向の反動が大幅に増加。マガジン5を32から28に縮小。まあ重要なのは上かな。まあ、正直マガジンが32から28になったところで、今までの性能だったら全然強い。っていうか普通にめちゃめちゃ強い。で、まあこの水平方向の反動が大幅に増加って書いてあるんで、これは結構でかいかも。ただまあ気になるのは最初のショットって書いてあるから、なんかその1、2発目だけ、反動があって他は別にないとかだったら結構まだまだ強いかも。まあちょっとこれも使用感次第なんで、アップで入るのが楽しみです。次、フェンチネル。チャンバー時間が 1.75 から 1.6 秒。チャンバー時間。チャンバー時間ってのはどっちだろう？リロードか、それとも風電の方かな？ちょっとこれどっちかわかんないけど、リロード時間、あ、でもリロードだったら、弾が残ってるかどうかの時間もかかるから、多分、フェル使って、バシーンって振る時の時間かな。あれが多分 1.6 秒になる、なるんだと思います。フェルで、フェンチネルをチャージした後、まあ、打てる数が一発増えるかな。まあ、時間に直したら90から120。で、あれ、時間経過プラス、打った時にベッて減るんで、まあ、それが一発増えるって感じだと思います。まあ、若干バフだね。で、QOL 改善として、チームメイトは、まあ、チームのフォースティックトラップにピンができるようになりました。レブナントウルトを使用中に、ヘルスバーがさらにわかりやすいようになりました。で、マップローテーションの時間が、キンキャインとワルフィッチの間で均等になりました。次、バグ修正。これね、何気に嬉しいんですけど、一部の手振りが戻れない問題を修正しました。どこだろうな、ね、黄色い柵が登れないんですよ。黄色い柵が。わかりやすいところだったら、サルベージ内の柵とか、あとキャパシターの方とかの、なんかね、柵が登れないんですよ。あとはなんかあるかな。まあ、他は大したことないけど、なんか到達できない場所にフェンリ品が出現するとかはなんだっけな、火力の中の地下みたいなところにアイテムを巻くのがあったらしいですね。まあ、そういうのが治ったみたいとか、なんか試合が終わった後にガシャコーンつって、次のミッションが解放されたことを知らせるメッセージが出てくるっていうのが治ったみたいですね。まじ、あれに関してはさっさと直してほしかった。遅いやろ、むしろ。ありがとね、直してくれて。あとは大したものがないんで、気になったものだけ触れていくんですけど、老婆のフェンジップスキルで、まあ、わけわからん場所にと行ける問題が、バグが修正されました。あとはなんか、オクタンのジャンパーが結構いろんなバグあったっぽいですけど、いろいろ直ったみたいです。パスファインダーのサーベイビーコンを使用すると音が大きすぎるという音声問題を修正しました。使用じゃなかったんだな。レイフ、ノックダウンしてレイフポータルを通過した後回復できない問題を修正しました。致命的でしたね、あれに関しては。致命的でしたね。僕も何度かなったことありますけど。まあ、そんな感じで細かいバグ修正とかも行われたみたいです。以上が、まあ、今動画撮ってる時間から考えて丸1日後、まあ、大体23時間後ぐらいなんですけど、に来るアップデート、失われし財宝イベントが来る際のアップデートでの変更点でした。いかがだったでしょうか。まあ、ライフラインとかはね、結構こう楽しみにされたりとか、まあ、オクタンがバックされて嬉しいとか、レブナントが僕はレブナントが怖いとか、あとは、まあ、他はまあそんな気になったことないかな。まあ、コーフティックようやくかとかね。あ、でもレイフのナーフはな、レイフのナーフは結構きついかもな。まあ、ちょっとこれも使ってないとわからんけど。まあ、その他でも結構全体的にいい感じの調整はしてきたなっていう感じです。まあ、別にレイフに関しても実際強いしな、こいつ。強すぎる説はあったんで、まあ、別に僕はジブちゃん使うんで、その時は。
まあ、レイスが必須じゃなくなる日も本当に近づいてきてるのかもしれないですね。まあ、そういった、アップデート来るのは明日なので、皆様お楽しみに。アップデートが来る際はね、アップデートをみんなで待機配信しようと思うので、そちらの方もよかったら遊びに来てください。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、Twitter のフォローを忘れずによかったらよろしくお願いします。以上、渋谷春でした。またのご利用お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。